北斎漫画第六編著、葛飾北斎世界遺産イベリア半島の地中海沿岸の岩へ。新石器時代のディアーハンティングの様子アーチェリーとは、弓を使用して矢を射る競技、技術、戦闘方法のことである。これらの技術は歴史的に戦争や狩猟に使用されてきたが、今日では競技としてのアーチェリーも行われている。 アーチェリーは、ラテン語で弓を意味するアーカスを語源としている。間接的な根拠から、後期旧石器時代から中石器時代頃までに、弓矢が発明されたと考えられている。古い痕跡として、南アフリカ共和国のシブドゥ洞窟から骨で作られた矢尻らしいものが見つかっている。ただ、投げ槍のように使っていた可能性もあり弓も見つかっていないため、 明確に弓矢の発明の根拠とはなっていない。ヨーロッパでの最も古い痕跡は、後期旧石器時代後期のものと見られる、ドイツのハンブルクから北のステイラームールという場所で見つかった痕跡で、シャフトは、松で、矢尻は、角石からなり、それらには弓からいられた浅い傷がついていた。歴史的にやぶさめ、パルティアンショットなどのように常用銃から弓をいて、 移動する戦術が使用された。いては、ボーマンアーチャーと呼ぶが、専門家、愛好家は、トクソフィライトと呼ばれる。トクソフィライトとは、イギリス女王エリザベス一世の語学家庭教師、教訓書家、ロジャー・アスカムが1545年に執筆した本のタイトル、トキソフォラスから来ている。トキソフォラスはギリシャ語から作られた造語で、弓の愛する者の意であり、 さらに設備時意見がついて特ソフィライトとなった。この本は英語で書かれた初の休日指南書でヘンリーパスセイに献上された。オスマン帝国での弓の熟練者には気ケシュの称号が与えられた。先のオスマン帝国の気ケシュやイギリスのロング防兵など各国で弓を扱う兵は徴用され長い月日をかけて各国独自の訓練を行い育成された。 その結果、腕の長さが左右で差が出るほどの骨格変化や、軟骨が骨になる骨極の形成も見られた。また、モンゴルや日本のように馬やラクダからや追いかける、記者技術なども発達した。神話や歴史上においても、伊手が登場しており、重要な役割を担っていたことが示されている。以下に、神話上の名手を示す。 三種類の弓の弾き方例フィグ1がメディトレーニアン、リリースフィグ2がピンチ式、フィグ3がモンゴルドローヤの名称世界アーチェリー連盟によってターゲットアーチェリーで使われる標的。ありがとうございます。